ですね、僕らの頭が勝手に作っている嘘の日本に住んでいると。したがって2つの方法がありますね。我々の頭、仲間を募って我々の頭を変えて嘘の日本を本当の日本にすると、これが一番いいでしょうね。しかしちょっと時間がかかるので、もう一つの方法は僕らの頭の方だけ変えて、嘘の日本はみんなの頭があるからこれはすぐには変わらないんで諦めてですね、それでその嘘の日本とは違う生活をして幸福を得るということなんですね。つまり僕らの頭が作った嘘の日本をで生活してるから我々は不幸になるんであって、我々の頭を普通にして本当の日本に住めば実は幸福なんだっていうことなんです。実は幸福なんだっていうことはもうすでに実証されているんですね。ですから、その話はまたいろんな時期にしたいと思うんですけども、本当の日本に住めば我々はもう幸福にもかかわらず、僕らの頭が嘘に錯覚が生じちゃったために嘘の日本に住んでいると。嘘の日本に住んでるからもちろん不幸になるということなんで、方法は僕らの頭をみんなで寄って、ちゃんとした頭にして本当の日本にして快適に過ごすか、自分の頭の錯覚を取って、自分だけは本当の日本に住むか、3つ目は落語ですね。我々の仲間というのを作って仲間の頭をちゃんとして、仲間の中では、ちゃんとした日本の中に住んで、その仲間に入ってる人はみんな幸福だと。自分だけっつったらなかなか難しいですからね。人間は落語の中で住んでますから。したがって、本当のところは3番目。つまり仲間の、僕らが集まって仲間の中で錯覚を取って、仲間の中では本当の日本というところに住んで、それで仲間うちはみんな幸福になる。これですね。そう思って、これからの話も聞いてほしいんですが、今日は定年というもんですね。これは私の本でですね、私がこれに本当に気がついたのは45歳の時でしたから、もう全然威張ったりはできないんですけど、その当時一流会社の、言ってみれば一流サラリーマンで、出世街道を走ってたわけですよ。でしかし45になって私はある随筆を書いたんですね。私は随筆が得意でですね、よく言うんですけど、国語の教科書にも採用されてるようなもんなんですが、その随筆にですね、老婆の1時間っていうのを書いたわけですね。どういうことで刺激を受けてそういうふうに思ったかは分かんないんですけども、お年を召したご婦人を見てておかしいなと思ったことは確かなんですね。何をおかしいなと思ったかっつったら、まだお元気で、女性の魅力もあり、はつらつとされてるのにおばあさんの生活をされてるんですよ。あれ?と思ったんですね。もちろん、こんなこと言ったら女性の方に失礼なんですが、顔に若干のシワがあるとかね、それから着ているものが昔はなんか柄の小さい少し紺のような模様のやつの服を着てましたよ。だから見かけもあんまり良くなかったですね。今とは違いますね。それで変だなと、そういうのは変だなと思ったのは確かなんですね。それでその老婆の1時間という随筆を書いたわけですね。ある夕方、太陽がもう沈みかけてですね、山が赤く染まってる、夕日で染まってるわけですね。その山のふもとに一軒の民家がありまして、その民家縁側がついてるわけですね。それで日本ですから開放的で、生垣のような簡単なものはあるにしてもですね、前の道に通る人はもちろん見えるんですね。普通日本の民家っていうのはよほど大きくない限りそうなんですね。でそこに老婆がですね、縁側に座布団を出して、その座布団の上に座ってですね、夕日を浴びながらお茶を飲んでる、こういう状況なんですね。で夕方ですから、その前をですね、若い人たちが忙しく仕事の最後だったり帰り道だったりして歩いてる。それをこうおばあさんがその民家の縁側から見てですね、でつぶやくんですね。ああ、私にもあんな時代があったわねっ
とつぶやくわけですね。あんな時代っていうのはおばあさんから見れば二十歳だったり三十だったりして、まあ結婚が迫っていたりですね、子供ができたり、夢もあるし苦しみもあった、そういう時代、張り切ってる時代っていうのを思い出すわけですね。でそのおばあさんそう思いながらお茶をすすりながら夕日に浴びているわけですよ。まあ、大体私の筆者の想定ではですね、まあ70歳ぐらい、今で言えば70歳ぐらい、昔で言えば60歳ぐらいっていう女性を想定してるわけですね。じゃあそのおばあさんのことを、それから私がこういろいろその随筆の感想って言いますか、自分の思いを書くわけですが、そのおばあさんは足腰悪くない、膝も痛くないんですね、腰も痛くないんですよ。まあ体は割合小さめなんですけども元気なんですね。頭非常に切れてて、何でもまだはっきりしてて、もう認知症とか全然ないんですね。でじゃあおばあさんは若い頃と同じなんですよ。30とか35の頃のおばあさんと体も頭も同じなんですよ。で男性の私から見て女性の魅力もそれほど変わってないわけですね。なのになぜおばあさんになってしまって縁側に座ってお茶を飲んでるんだろうかと。それはですね、おばあさんが望んだことではない、周囲がですねそうさせたんだ。まあ、典型的に言えば息子さんが結婚して嫁さんが来る、そうすると嫁さんがですね、お母さんお疲れでしょうから、いやお休みになってて私が台所やるわよ、こう言うと。もちろん意地悪も何もないんですよ。だけどそう言うと、おばあちゃん掃除しなくていいわよ、私が履くからねって、こうなると。そうするとおばあさんは一つ一つを逆らうのもなんだから、ああそうねと言いながら少しずつ少しずつ生活から離れていくわけですよね。今でしたら女性の方もそういうことと仕事も含まれてるし、孫の世話なんかも含まれてるんで、だいぶ事情が違うんですが、基本的にはそうなんですね。これは男性でも同じなんですよ。男性でもですね、60ぐらいになると再雇用を受けますかとか言われるしですね、65になると一応再雇用の期限が切れたので、そろそろ退職していただかないとって言われるんですよ。頭もピンピン、体もピンピンで、むしろ家に帰ると大型ゴミ扱いされて嫌なんですけども、まあ、そう言われたらしょうがないから、まあ会社を辞めると。つまり本当はですね、嘘の日本でなければ定年も年金もいらないんですよ。60年ぐらいまで年金なかったんですからね。若くても年を取ってても辛い時は辛いんですよ。だからもちろん分かりますよ。年を取ったら少しずつ体も年取ってきます。それから長く勤めて嫌な上司とずっと付き合ったら、もうそろそろこの辺で辞めたいという気持ちもあります。しかしかつてですね、戦争が終わった時、今から70年前に戦争が終わった時の日本人の平均寿命はたった47歳ですからね。今から100年前43歳、今から70年前が47歳、50歳を超えたっていうのは、まあその後しばらく経ってなんですね。それで2000年に80歳を超えました。そして今はですね、例えば今年50歳になった人、まあ去年も一昨年もそうなんで、一昨年ぐらいからそうなんですが、50歳を超えた人の平均余命が50年を超えました。っていうことは、まあ現在生きていて日本社会である程度動いてる人はですね、ほとんどは100歳を超えるんですよ、お亡くなりになるときに。ということは50歳が2倍になったんです。あっという間にですよ、あっという間に50歳が2倍の100歳になったんですよ。それはね、50歳の人生と100歳の人生では全く違うんですね。ところが日本には古い伝統がいっぱいありましてね、だいたい昔の日本とは40、つまり男性ですとね、女性ちょっと早いんですが、男性ですと22、3で結婚するんですね。子供が生まれますね。で子供がだいたい20歳になる、息子がですね、ちょうど20歳になるちょっと前に侍だったら家督を譲る、つまり自分が隠居して
というようなことになると、まあ、22で結婚して1年後に息子が生まれて息子が20歳になってだいたい45ですよね、親父が。ですから親父が45で奥さんが42か3の時に2人とも隠居しちゃうんですね。それで隠居すると余生になるんですよ。この余生っていう概念がですね、日本では15年なんですね。まあ、昔はもうちょっと短い時もありましたけども、明治からこっちだったら15年なんですよ。で15年の全般の10年が、まあ、体も普通に動き病気もそれほどしないんで、いわゆる隠居老人でですね、昔だったら釣りをするとか、それから女の人だったら何かお稽古とちょっと楽しむとかですね、そういう体も動き健康だっていうのが10年ぐらい、残りの5年がですね、まあ、死ぬ準備をするわけですね。体も効かなくなってくる、病気がちになってくる、弱ってくるわけですね。そして、まあ、隠居して15年で亡くなるということなんで、まあ、長い人で55歳ぐらいということなんですね。で55歳ぐらいでなんで亡くなるのって言ったら、医療の発達とかそれから食事が改善されたとかそういうことあるんですけども、やっぱり基本的にはですね、これもよく研究されておりますが、人間ってのは俺はここら辺でそろそろ死ぬと思うと死ぬんですね。私は明治の時に亡くなった方々で、我々とこう死ぬ寸前までいろんな記録が残ってる人を調べてみたことがあるんですけども、健康なまま亡くなるんですよ。健康なまま亡くなるって言うと、もちろん死因はあるんですよ、弱っていくんですよ。医療も完全じゃないんで、そこで命が尽きるんで健康だということは言えないんですが、まあ今と基準で言えば健康なんですね。健康だけど俺はもうそろそろいいやっていうのがあるんですね。一つはテレビがなかったことなんですが、退屈しちゃうんですね。だからもうそろそろ別に毎日毎日同じようなことやってるし、息子がちゃんと引き継いで、まあ女性だったらお母さんだったら娘がちゃんとやってくれるし、まあもうそろそろ俺の人生もこれでいいな、よく生きたなと思ってるとですね、やっぱり人間って不思議なもんで、健康だから長生きしてんじゃないんですね。やっぱり自分が死のうと思った時に死んでいると、まあ、そんな感じなんですね。